ロマン・コンドラチェンコ、ロマン・イシドロビチ・コンドラチェンコ、ウクライナ語、1857年10月12日から1904年12月12日は、帝政ロシアの軍人、ウクライナ人、日露戦争当時のシュベリア第7狙撃兵士団長、旅順後為戦における実質的なロシア軍側の司令官、陸軍中将。ロマン・コンドラチェンコは、チフリスに生まれた。 父は、ウクライナ人の退役少佐で、貴族化された、ウクライナコサックの出身だった。家は貧しく、幼い頃から働きに出された。兄の援助のおかげで、ポローツク軍事中学校に入校できた。1874年に、優秀な成績で卒業し、ペテルブルクのニコライフ公兵学校、士官学校に進んだ。1877年に学校を卒業し、 中尉に任官、その後公平へと進む。当初、故郷のチフリスに駐屯する第一公平大隊に配属された。1879年、公平アカデミーに入校し、近代要塞追記技術、戦術を学び、ロシア軍随一の要塞追記の権威となる。アカデミーを主席で卒業した後、バツウミに送られ、そこで追記技術を実地に移した。 1884年、三党政スタニスラフ勲章を授与され、大尉に昇進。バツ海では、受け負い業者の詐欺にあったが、上司の理解を得て、大事には至らず、三謀本部アカデミーに推薦された。1885年、三謀本部アカデミーに入校し、1886年に、主席で卒業した。1886年から1894年、 ビレンスク軍艦区参謀部で勤務し、大佐にまで昇進した。1895年、ウラル軍艦区参謀長に任命されたが、間もなく、第二次狙撃連隊長となった。1900年初め、ペテルブルクに設置された、県軍委員会の業務に移ったが、日本との関係悪化に伴い極東に赴任する。日露戦争開戦前の1901年、 参謀部管区当直将官として沿い、アムール軍管区に転任。1903年11月には、少々に昇進し、旅順要塞防衛の任に当たる、第七東シュベリア狙撃旅団長、1904年に、師団に昇格就任する。しかし、全要塞追記責任者が予算を指摘に、流用したりしていたため、旅順要塞の主要部分は未完成であった。 その様子を見て落胆した。彼は、同僚に当てて、どこに要塞があるというのだ。旅順には、要塞と呼べる施設はどこにもないとしたためた手紙を書いている。着任翌日より来週が予想される、日本軍から旅順を防衛するために自ら、要塞追記の陣頭指揮にあたる。旅順要塞司令官、アナトーリー・ミハイロビチステッセリ中将は、コンドラチェンコの能力を信頼しほとんどの、 要塞防衛作戦計画を一任したため、要塞追記や防衛計画に関して専門家である彼のセンスを遺憾なく発揮することができ、旅順要塞を短期間で永久防塁に固められた近代要塞に変貌させた。1904年、日本第3軍による旅順攻撃が開始された際にも常に前線に立ち、物価将兵を鼓舞し続けた。 旅順港内のロシア太平洋艦隊、旅順艦隊から艦載砲を陸揚げした上で、各要塞に配備して砲撃力高め、ホイからの機関銃による十字砲火や、手榴弾、地雷、高圧電流を流した有刺鉄線を効果的に利用して、日本軍不評の銃剣突撃を防ぎ、弾薬不足を補うために、海軍から余剰武器を転用し、機雷を敵兵に向けて投げ落としたり、 大砲に魚雷を装填して砲撃するなどの戦法も工夫し、日本軍に大きな損害を与えることに成功する。また、ステスセリから助訓圏大交の権利を受けると、功績のあった将兵に自ら勲章を捧げて激励した。部家将兵も彼の姿に勇気づけられ、必死になって戦った。12月5日に203コーチが陥落、日本軍による砲撃によって、 旅順艦隊が全滅する。それでも、彼の闘争心は衰えず、将兵を励まし続けたので兵士の士気も高かった。12月15日、東警官三北保留の将兵を激励するために、視察に訪れる。数との兵士に勲章を与え激励した後にその場から、離れようとしたその時、日本軍から発射された、榴弾砲弾が着弾、即死する。 コンドラチェンコの戦士は将兵たちに衝撃を与え、士気が大きく低下したと言われる。ステッセリが、旅順会場、降伏を申し出たのは1905年1月1日のことであった。日露戦争時のコンドラチェンコの活躍は、ロシア国内でも大きな話題となり、終戦後、彼の遺体をペテルブルクに埋葬することが決定された。遺体は、 カイロでオデッサ様で運ばれ、陸路は鉄道で運ばれたが、駅では人だかりの山ができた。彼の遺体はアレクサンドルネフスキー大修道院の墓地に埋葬された。ニコライフ公平学校第二十連隊スバルキ・ポロツク幼年団には彼の記念碑が建てられた。日本、ロシア双方から日露戦争におけるロシア軍屈指の名称と高く評価されている。 戦死した場所には、日露戦争終戦後その死を惜しんだ、日本側によって、記念碑が建てられた、現在でも残っている。戦場では有望でありながら、普段は寡黙で温厚な性格の持ち主で、他人の意見をよく、聞き、指揮系統が混乱した余順要塞内において、朝廷役をよく務めた。一流の軍人としてのセンスを持ち、自ら進んで、陣頭指揮をする有望さと、 部下将兵と苦楽を共にすることを厭わず、将兵一人数とに気を配り部下の心を掌握する。彼に対し、部下将兵は、我が将軍と呼んでしたい、同僚からの評価、信頼も高かったと言われる。一方で批判もある。コンドラチェンコは、独断先行の傾向があり、要塞から出撃して、野戦を行うようしばしば主張した。コンドラチェンコの師団は7月3日に、 ひずみ、遠山、鶴木山に対して攻撃をかけ、残豪にこもる日本軍の前に大きな損害を受けている。この際、ロシア軍の戦法を模倣した日本軍は、機関銃銃座を構築して十字砲火を浴びせ、ロシア軍を撃退している。もし、コンドラチェンコが、旅順要塞の総司令官であれば、無謀な出撃によって自滅していた可能性もある。長身で、 色白の美男子であったため女性からの人気も高かった。ステッセリの夫人は彼を特に気に入り、何度となく誘いをかけたと言われている。ステッセリは妻とコンドラチェンコを二人きりにさせないようにしてほしいと幕僚たちに頼んでいたという逸話が残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。